皆さんこんにちは。今回リポーターを担当します石黒恵美と柘智朗です。今回の豊橋 NOW では私たち高校生にも大きく関わりのある成年年齢の引き下げについてご紹介します。今年の4月1日から18歳も大人の仲間入りをするんだよね。一体何が変わるんだろう。では私から説明しますね。私は安全生活課の魚住です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、今年の4月から成年年齢が18歳に引き下げられるんですよね。はい、民法の改正で成年年齢がこれまでの20歳から18歳に引き下げになります。4月1日時点で18歳、19歳の方はその日から大人の扱いになるんです。高校生でも18歳の方なら大人になりますよ。成年ということはお酒も飲めちゃうんですか。いえいえ、実はそうではないんです。ではお二人にクイズです。この中で成年年齢引き下げでできるようになることはどれでしょう。クレジットカードの契約、喫煙、競馬などの公営ギャンブル、ローンを組む。2つはできるようになることで、2つはこれまで通り20歳にならないとできないことですよ。お金のことは自分でやっていいって前聞いたから、クレジットカードとローンは自分でできちゃうんじゃない。飲酒ができないんだから喫煙もできなさそうだよね。じゃあ1番と4番にします。その通りです。正解は1番のクレジットカードの契約と4番のローンを組むでした。成年になると言っても何でもできるわけじゃないんですね。でもクレジットカードを自分で作れるようになるのは嬉しいです。できるようになるのはそれだけではありませんよ。今回の改正で一番大きなポイントは、本人の意思でさまざまな契約ができるようになることなんです。例えば親の同意なしに携帯電話の契約ができてしまうってことですか。はい、他にもローンを組んで車を買う、部屋を借りるなど自分の意思だけでできるようになります。自由に契約できるというのもなんだか怖いですね。そうですよね。未成年が行う契約には保護者の同意が必要です。もしその同意なく契約した場合は、未成年者取消権でそれを取り消すことができました。ですが4月1日からは18歳、19歳の方は未成年者取り消しができなくなります。そんな制度があったなんて知りませんでした。取り消しができないとなると、より契約には注意が必要ですね。特に社会経験の少ない新成年は悪徳業者に狙われやすくて、安易に契約すると大きなトラブルに巻き込まれる可能性があります。ではそうしたトラブルに巻き込まれないためにはどうしたら良いのでしょうか。はい、次の4つのポイントに気をつけましょう。簡単に儲かるとのセールストークで副業やネットワークビジネスに誘われて借金をしてしまうケースもあります。支払い方法としてローンを組むのは借金するのと同じことです。ローンを組んで契約する必要があるのか冷静に考えましょう。スマートフォンなどで商品を注文するときに、1回だけの契約か定期購入か販売条件をよく確認しましょう。契約の条件や業者とのやり取りなど、いつでも確認できるように契約内容の分かるものは記録・保存しましょう。もしトラブルに巻き込まれそうになったらどうすればいいんですか。はい、トラブルに関する相談先はどこか事前に知っておくことが大切です。豊橋市では東三河消費生活センターで消費者トラブルに関する相談を受け付けています。少しでも不安なことがあればご相談ください。成年になるとできることが増える分、大きな責任も生まれるんですね。18歳から大人に、私たちもこれから意識して過ごしていきたいと思います。魚住さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、今回の豊橋 NOW はいかがでしたか。次回もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。